つみたて NISA の賢い使い方とかにしましょうか正直ね、あみ積て NISA に期待はしてないですよで、あの、年間40万枠までが非課税対象なんですよで、僕30万一応今2万5000円買って1万1万5000円買ったんですけどもえっ、ー、と2万5000なんですね、年間30万ですだから10万落としてるんですよ、はい、だから年間30万の枠ですね で、しかもクレジットでポイント貯めるっていうところもあるんですけど、これは何かっていうと、結局、久保さんみたいに賢い人は少ないんですよ。で、FX も久保さん、まあ僕より投資スキルはあるし、ずっとやってるんでね、僕よりもちろん、その、いろいろ知ってるだろうし。でもね、大衆はほとんど知らないんですよ。<laughs> で、知らない人たちに僕はじ、僕たちは情報を届けてるわけですよね。だから、結局、国が斡旋して、まあ多分、まあ、 よ,よかれわ悪かれとりあえずそのねあのまた今年からまたなんかちょっとアップグレードしましたけどもまあその,あの投資しましょうつって金集めるというかねまあそういうこと傾向をやってるのでまあ、少なくても広告費を自分が払わなくてもいろんなところでやってくれてるのでその興味性は出てるはずなんですよ <laughs> だからそこに乗っかるって話ですねでそこに対して自分が買っとけば何でこれ買ったのかとか、うん、その その相場解説じゃないですけど、初心者だけども、こういう理由でこれ買いましたとか、これはこうなんじゃないかっていう、あの、積み立てに i s 解説みたいなね、<laughs> 相場解説じゃないですけど、まあ一応その、商品のグラフがあるんですよ、出てるんですよね。まあこれはまあ、証券会社によって変わると思うんですけど、その商品のグラフっていうのは出てて、まあ、この区間でこうなりましたねって、これ落ちた理由は何なのかなとかっ、ね、て、<laughs> いろいろできるじゃないですか、買ってるとね。 で、その儲かった、儲かってないとかね、増えたのか増えてないのかとか。で、しかもこれ、僕ね、20年スパンで考えてるので、20年間ロングでずっと使えるわけですよね。動画のネタとしては。で、ぶっちゃけ、積立て兄さんの動画のネタで、情報で集客をして商品売ることができると思ってるんですよ。で、なぜならば、積立て兄さんに興味ある人って、そもそもお金、お金を入れようと思ってる人がほとんどじゃないですか。<laughs> なので、たった2万5千円って、 1>, <laughs> 1億稼ぐみたいなね 20, 20年あれば1億稼げんじゃないかなと思うんですよね <laughs> これがすみませんあの積み立て兄さんの賢い使い方だなと僕は思いますけどね <laughs> だからだから1000円とかでもいいんですよはっきり言ってそのこの考え方があれば1000円とかでもいいんですよ買ったっていう事実がそこにあるんだったらでそこに対してなんかあの、うん、なんだいろんなあだこだ言えるので でもやっぱ買ってないと買ってるのだったら発信の仕方のちょっとそのエッジが変わるわけですよね。実際買いましたよって、買って暴落したら、うわあ損しましたっていうね、うわあ積みた人生、やっぱやめればよかった、みたいなね、そんな、あおれるしね、だ <laughs> まされるなと、国にだまされるなとかね、いろいろできるんで <laughs> なんで、あのこれから20年スパンの、多分、久保さんとのやり取りも20年後もやってると思うんですけど。 もう僕、ずっとやるので。だからそのネタとしては非常にいい,いいんじゃないかなと思います。だからネタを買うって感じですね。だそれで儲けようとかじゃなくて、それでネタを買って、そのネタを使って稼ぐっていう話ですね。だからちょっと他の一般の人との考え方だと違うんですけど。で、あとは積み立 NISA を買うことによって、自分もある程度ちょっとはね、そこの土俵に入るんで、ちょっと興味出るじゃないですか。で、情報も収集するので、じゃあ、こんなの出てきましたとかね。 なんか積み立て NISA に関するトレンドが出てきたら、そのトレンドキーワードいけるだろうし。うん。で、あとはまあ、クレジット決済なんで、まあ、あと放置でもいいですし、そんなに気にならないし。<laughs> 毎月自動でクレカ決済ですから。からクレカ決済以外僕やんないですからね。あ、ポイントは貯まるんで。その失ったとしてもポイントは失わないんで、決済してるからね。<laughs> で、そのポイント貯まるよっていうクレジットカードアフリエイトもできるし。 そう久保さんもね、あの、アクセス集めてる中でクレジットカードあると思うんですけど、僕のチャンネルで、あのー、稼ぎ頭はクレジットカード系の動画ですからね、僕も。すごいいいですよ。<laughs> い,いってらっしゃい。